こんにちは、宮崎光義です。今日はですね、この森の中で、僕らなんかヘルメットかぶって登山服です。これ上流登山服なんですかっていう感じでですね、今日はあの新進系の若手建築家の富永美穂さんをお招きして、今日は多摩の森の中で、ロケを行ってきます。富永美穂です、よろしくお願いします。僕たち設計士、まあ、建築士って木材もちろん建築作る上で内装にも、ね、構造にも使うんですが、まあ、実際その木材がどこに生えていてどこから来てと、で僕らの消費地とどういうところの関係にあるのかって全然知らないと思うんですよね、うん、でもそういうことこそ特に若手の、まあ、人たちにですね、よりよく知ってほしいと思いまして、まあ、今日はその代表格である富永さんに来ていただいているというわけです。今日はですね、そんな僕たちが訪れたのはあきる野市と八王子市の境にある伐採現場です。江戸時代から東京の町を作ってきた森林になります。多摩地域には約5万3000ヘクタールの森林が広がり、その半分以上が人が植えた人工林なんですよ。キャンプ場があるのは知ってましたけど、まさかこの森が林業もやっているっていうのは初めて知りました。今日は東京の市多摩三大の伐採現場をご案内いたします。それではあのモノレールに乗って現場までご案内します。あのモノレール乗ってみたかったんです。そうですか、じゃあ、はい、行きましょう。はい、おおすごい楽しい、すでに行ってきます。あー楽しい、おおきたジェットコースターがあるな、これ。どうなってるの木漏れ日が綺麗ですね。本当ですね、普通に歩いて来れない場所ですもんね。ここ歩いても難しいよね、これ。はい、おー、わーすごいな、かっこいい、まっすぐだね、綺麗ですね。おー突然着いた。うわーすげえ眺め、うわーすごーい、うわーすごい斜面なんですけどなんか見たことのないタイプの地面ですね。ねえ、これは絶景ですね。あちらが東の方向になります。うっすら見えているビルが新宿の方向になります。天気が良ければスカイツリーや筑波山まで見えます。相当すごい迫力で樹木がですね、空中に吊られて運ばれてきてます。富永さん、あの倒れてる木は植えてから何年ぐらい経ってると思いますか？わかんないですけど50年ぐらいですか。植えたのが20年代なので、だいたい70年ぐらい経っています。高度経済成長期に木材需要が増え、将来の安定供給に向け優れた杉やヒノキなどが盛んに植えられました。杉やヒノキは植えてから50年程度を過ぎてから木材として利用可能となりますので、多くの木が伐採適期を迎えています。高度経済成長期には木材が不足し、輸入木材が日本に多く入ってきたため、国産木材の自給率はどんどん低下し、平成14年には2割を切るまでになっていました。その後国産木材も伐採期を迎えた森林も増え、令和2年には4割を超えて自給率は 41.8% となっています。木は根っこで土を抑えているのですが、伐採しても10年程度はその力が維持されます。そのためこの現場も含め多摩の山では必ず切った後2年以内に木を植えて、なるべく早く次の木が土を抑えられるように育っていきます。多摩三大では切って使って植えて育てるという森林循環を維持しながら生産を行っています。伐採した木はここで枝払いをした後ケーブルで土場まで下ろします。土場で切り揃えてからトラックで原木市場である多摩木材センターまで運びます。森林を育てるには伐採・搬出だけでなく、植栽や保育にも多くの人手を必要とします。国勢調査では都内で林業に携わっている方は約300人前後となっています。
現状では他県からの参入でやりくりしていますが、今後に向け新規に働く人への助成や各種研修を実施し、林業で働く人の確保に努めています。この現場は、現在今10人体制で行っています。ここまで伐採するのにどれぐらいの期間がかかっていらっしゃるんですか？約18ヶ月かかっています。約9割が終了していまして、伐採が、残りの1割1400本が伐採をするという状況です。なるほど。それでは伐採の現場に行ってみましょうか。はい。ちょっと水気を帯びてて、表面の方が乾いてるんですね。やっぱ本物の大葛ですね。うま、あ、真ん中の匂いがすごい。真ん中が特に、真ん中が特に、いい匂いだね。すごいですね。この瓶に入れて持って帰って売りたいですね。皆さんお若いですね。そうですね、私部長が60代、あと50代が1人、40代が4人、30代が1人、20代が3人という状況でやっています。はい、なるほど、はい、皆さん林業にご就職されたきっかけってどんなことだったんですか？じゃあちょっと仕事を止めてこちらへ来てもらおうかな。二人はなぜ林業に就職をされたんですか？一番は、自然に関わる仕事をしたいという気持ちがあって、就職しました。専門高校みたいなとこ出身 でそこで林業を習って、でまあ、やってみたいなと思って始めました。やってみて元々の思ってたイメージとかと違うこととか、もしくはやってみて気づいたことみたいなことがあったら教えてほしいです。僕自身は元々林業というものが全くわからない状態、とりあえずやってみようという感じで就職したので、もう最初の現場からも結構体力的には大変だったんですけど、はい、でももう4年続けていて大変な部分もありながらも環境が好きで楽しんでやっています。素敵ですよね。自分は高校の時に1週間ぐらいそういう林業体験みたいのを会社に行って、ある程度の大変さは分かったんで、そういう感じです。私もともと高齢化が進んでるっていう風に何かで読んだんですよね。だからなんか今日来てみて思ってたイメージと全然違って、木切ってる姿とかすごいかっこいいし、なんかはい、ワクワクしました。そう言っていただけるとより一層我々も頑張って精進できて仕事が進んでいけるかなと思います。日本の森をよろしくお願いします。山を降りた私たちは伐採された原木が木材になっていく過程を知るため製材所へ行きました。では早速ご案内いたします。まず最初に原木の皮むきを見ていただきます。山に転がしていたり原木市場でこう転がしていると木の皮に土とか砂がついていますので、そのまま製材してしまうと機械の刃物が傷んでしまうので一番先に皮をむくことになります。
で続いて製材のご紹介をいたします。うちの会社では一枚一枚木を見ながら製材していく製材機と、生産性が高くて2枚いっぺんに引きながら規格品をたくさん製材できる機械の2種類で主に製材しています。丸太を製材する前に、木取りといって、この丸太からどんな板材とか角材を製材するかということを見て決める工程があります。なるべく無駄を出さずに用途に応じて下材を揃えられるようにこう決めていく工程があります。実際にオーダーメイドした木材がこのように加工されているというのは初めて見ました。次に製材した木材を乾燥させる重要な工程が待っています。で乾燥には蒸気を使った人工乾燥と自然乾燥という2つの手法があります。自然乾燥で仕上げた木材は数ヶ月かけてゆっくり乾燥させるので、木が持っている色つやが美しくて、また油分もこう抜けていないので木本来が持った香りが残るという特性もあります。確かに山で嗅いだ原木のいい匂いが強く残ってました。最後は含水率の検査です。木材は用途に応じて必要な含水率にするためにマイクロ波のセンサーを使ってチェックしていきます。原木から木材に製材されていく過程を見せていただきましたけれども、中島さんの方で建築士にぜひ知ってほしいようなことって何かありますか？今日見ていただいてご理解いただけたかなと思うんですけども、ちょっと真剣材と違って木材っていうのは意外と結構作るのに時間がかかるんですよ。ですので、建築全体のスケジュールを考えて余裕を持ってこう発注していただけるとありがたいと思います。はい、身につまされる本当ですね、すいませんって思いましたあとこの東京にも森があって林業があって、そしてこういう製材という産業があって、実際にこう皆さんの手元に製品としてお出しできる産業があるっていうことを、ぜひ知っていただけるとありがたいかなっていうふうに思います。実際に電車で今日1時間ちょっとで来れたんですけど、東京にもこんなに近くに林業があるんだなっていうのが初めて分かりました。それとぜひ近いのでお客さんとかを連れて、こう見学にとかも来ていただけると、はい、僕らとしてもやりがいもあるし、ありがたいかなと。いいんですか？ぜひ聞いてください。僕が会社に入った、30年ぐらい前はもう外材専門の工場でした。でも、はい、毎日こう引いていて、もう日に日に入ってくる丸太が細くなってくるっていうのが手に取るようにこう分かりました。これこう米材といえども、こう天然林は結構資源が枯渇してきてるんだなっていうのを感じて、そういった時にこの身の回りを見ると地元の木が育ってきているので、これからはこの木を生かしていくのが僕らの使命かなっていうふうに感じて、僕の代になってからその地場産材に切り替えたっていうような歴史があります。はい、その頃から日本の木をもっと使っていきましょうよっていう動きも出てきたり、社会の方でもなんか木造の木がいいねとか環境にもいいねっていうような、そういうようなこう流れになってきてるっていうのは非常に感じていたので、比較的うまく国産材、地場産材に切り替えられたかなっていうふうに思ってます、ね。はい、ちなみに僕は初めて中島さんの製材所に来た時に、この三積みされてるたくさんのこの木材を見て、これこのまま家具にできるんじゃないかなと思って、カーボンストックファニチャーっていう家具を作らせていただいて、木所をきっかけに東京の森の木材を使って、東京のオフィスだったり公共施設で使える家具っていうのを作らせていただきました。ちょうど中島さんの木材も新宿のモクションで使ったものが置いてあるので、またぜひ見に来てください。はい、今コロナ禍の中で、ウッドショックっていうことが起きたりして、木材をはじめいろんな建材の資材不足なんかも起きて、建築業界今混乱している中ではありますけども、でもこうやって産業もあって木は周りにたくさんあって、使うことができるので、ぜひ気軽に声をかけていただいて、言っていただければ材料は十分調達することができます。今日見ていただいたように、
切って建築材になる部分だけじゃなくて、その他の部分もたくさんこう副産物も出てきたりするので、ぜひそういったことも有効活用してもらって、なるべく木の価値、一本の価値を生かしていただくと山の方にも還元できるので、まあ、僕らの発想だけだとどうしても普通の一般的な建築材のことしか思い浮かばないので、ぜひ若い人たちに新しい発想でいろんな木材の使い方を考えていただいて、そういったものを作り出していただけると、山の木も生かされて産業全体が豊かになっていくので、そんなことをぜひお願いしたいなというふうに思います。はい、さあどうでしたでしょうか。今日は若手建築家の富永美穂さんに、ご一緒いただいて、多摩産材の、まあ、伐採から製材所まで、まあ、一通り川上から川下までこう、はい、見せつけていただきましたが、はい、すごい勉強になりました。私たちのこう現場に運ばれてくる木材が、あ、こんなこう大変な工程を経て一本一本なんかすごいとんでもない物語を経てやってくるんだなってことも分かったし、その実際に使われる建材として使われる材以外の部分もちゃんとゴミ処理場の燃料になってたりとか、牧場に行ってたりとか、なんかもう余すところなく木一本がこうまるっとちゃんとこう全てを使い切られてるみたいな、こう大きな物語も知れて、すごく、はい、勉強になりました。やっぱり僕ら多摩産材って言っても、まあ、こう実際にどういうところで誰が切って、誰が製材してっていう、その現場の人の顔も見えたことで、僕らがこう国産材をこう使い続けていくなんか意味っていうのも見えてきた気がします。そうですね。先日見学させていただいたの伐採所と製材所のことを私なりにまとめてみました。で、町を作る森というタイトルでまとめてみたんですけども、やっぱりなんかすごく面白いなと思ったのが、この山の上に登った時に東京の風景が一望できて、近くで撮られた木がちゃんとこの町の風景を作っていく材料になるっていうような循環がすでにこう町の中にあるっていうことが素晴らしいなと思って、なんかまあいろんな一本の木がいろんな形に変わっていって町の形になっていくっていうような、この大きな循環がこう分かったことがすごく面白かったです。まあ、多摩の町だったり東京のこの近郊の町だと、まあ、ここの山から採れた木が使われてるんだよねっていうところも含めて、最終的に使われる同施主さんがそれを知れることっていうことがとても豊かなことだと思いました。